こんにちは、大谷陽子です。こんにちは、アムです。本日はマイホーム秋ヶ瀬公園に来ております。アムちゃん、秋ヶ瀬は来たことありますか？あります。でも今日行くってちょっと聞いてるコースは初めてだと思います。本当ですか？はい、私は秋ヶ瀬がもうホームみたいな感じなんですけれども、今日はね、アムちゃんに、秋ヶ瀬からの荒川ゆるポタライド、荒川ゆるポタライド、やったー、大谷とアムでお送りいたします。乗っ取りに来てくれました。なんかちょっと隣変わってるよねみたいな。はい、ということで今日は2人で楽しく走りたいと思います。それでは行ってきます。のどかな、アムちゃん。誰も来ません。誰も来ません。平日だからね。アムちゃんが荒川の下流との違いにちょっと驚いています。すごい広々。広いよね。人に合わない。そう、人に合わないです。平日は本当に人口密度がすごい。のどかです。のどかですね。埼玉ののどかさを味わってお帰りください。草の匂いがすごいする。いい自然の香りが。埼玉県民にはそこら辺の草でも食わせておけってやつですね。手形が必要なんです。他は川越線。川越線です。はい。いた。どこまで行ってものどかです。お、着きました。ここです。お、これですか。そしてバイクラックが素晴らしい。ちょうどと歓迎されている。そうなんですよ。空気入れもある。席あるから。すごい。うん、スパイシーだった。美味しい。美味しい。スープと上のキーマと両方あるんですね。ここです。これを左、こだわりアイス着いた。ここが江ノ木です。来ました。夢の江ノ木。夢の江ノ木。ようこそ江ノ木。みんながね、来ててすごい来たいなとは思ってたんですけど、ロードバイク始めて5年目にして初めてやっとたどり着きました。埼玉北上してくれたんですね。はい、こちらありがとうございます。じゃあ美味しいジェラート食べましょうか。食べるぞ。イエーイ。いただきます。いただきます。モカとブルーベリー。わあ、いちご。あ、美味しい。わあ、やばい。美味しい。もうミルク感すごい。もう急いでくれとジェラートが言っている。うわあ、うん、美味しい。暖かくなってきたってことですか。ことですね。アイスが美味しい季節です。これが行きたくなります。うん、みんなが来るの分かる。そう。自転車乗りのオアシスですね。うんうん、一人で来てもなんだろう、気まずくないこの雰囲気。このベンチのところでゆっくり行きますね。うん、来るのちょっと遠いなとか思いつつ、来ると絶対来てよかったって思う。でもすごい気持ちよく走ってきて、うん、全然登りとかもなかったんで、こんななんかいいのかなって。いいんですよ。いいんですよ。登らなくたってご褒美食べていいと。確かにアムちゃんに嬉しいコースか。最高ですね。最高ですね。平地。平らなコース。勾配意識したことなかった。アムちゃん、これから戻るんですが、はい、ここからがいい景色です。あ、え、はい、絶景ポイント。そう、ここから10分ぐらいが私の中の素敵スポット。今までも十分素敵だったですけど、さらにすごいところが、いい感じ、心がね、ほぐれる。楽しみ。いいコース行きます。
では行ってきます。あ、この辺からいい感じです。あー、紫のお花、ミレーみたいな色してる。のどか。これですよ、これが埼玉。これが荒川沿いを埼玉県民がサイクリングするっていう、この感覚ですね。さっきサイクリングコースって書いてあったかな。うん、江ノ北までの癒しルート。埼玉っぽくないというか、どこだかわからない。ちょっと違いますよね。大丈夫かな。大丈夫。今日は私がいるから大丈夫。のどかな道に戻ります。綺麗ですね。なんだろう、メタセコイア的な、きっとそうだ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったです。アムちゃん、初めての江ノ北方面ライドいかがでしたか。夢の江ノ北行っちゃいました。走りやすかったし、初心者さんとかにもおすすめできるコースだなと思いました。ありがとうございます。非常にね、まったりとしていて、今日はなんかさらにのどかさもアップしていてね、二人ですごいおしゃべりしながらまったり楽しくサイクリングができました。よかった、いい一日でした。さて、私たちの今日のサイクリングウェアはですね、このような感じで、やっております。私のウェアがですね、上がですねクロスオーバーシリーズの、レディースのレッドを着ております。こうね、シュッとした感じで、後ろがねめっちゃ反射する。そうそう、ポケットが全部リフレクターになっていて、すごい視認性が高いウェアです。色はね結構落ち着いた赤ですね。で、今回アームカバー、今季のがですねすんごい気持ちいいの。非常になんかよく伸びて、なんかニットみたいなこう網なのかな。で、非常に、ね、気持ちいいのでね、ちょっと今季のこれすっごいおすすめで、グローブがブラックで、私はロングタイツを今日は履いております。こんな感じ。柔らかい素材なんですね、アームカバー。そう、触ってみて。あ、なんかリブのところがゴムで、そう、着心地良さそう。この辺もなんかね気持ちいいよ。なんかちょっとね、綿っぽいっていうか、なんかそうパリッとしてない柔らか素材ですね。なんか1日つけててストレスがないっていう。はい、はい、じゃあ、して私はトップスがね、パープルのこちらです、うん。これめちゃめちゃ涼しくて、いい色なのよ。生地もで、おしゃれな感じのね、このパープルで、後ろがポッケがね、あります。ちょっと大きめにゆるっと着れるので、輪行も私今日このまましたんですけど、うんうん、全然輪行もこのまま乗れるぐらいカジュアルに着れるジャージです、うん、はい。で、下がこれクロスオーバーシリーズの下、レディースの下の、うん、タイツですね。で、今回カラービブっていうんですか、カラージャージが出てて、オリーブの方のカラーで、ネイビーと2色で、こちらもポッケがね両サイドについてて、お財布入れたりスマホ入れたりできる。すごい、ここにポケあるのめっちゃ快適。なのでコーディネートもね、カラーでさらに
楽しくなるなという感じです。はい、ありがとうございます、はい、あとグローブがパイルの今年出たカラーの、うん、色違い色違い薄いブルーのカラーがすごく爽やかで、うん、今日も春夏にぴったりだなと思います。はい、だいぶね暖かくなってきましたので、今日はね気温が最高気温が20度いくかいかないかぐらいの、日でしたので参考にしていただければと思います。このカペルミルさんのね公式のホームページのリンクは概要欄の方に貼っておきますのでぜひご覧ください。またこれ以降も大家とアム引き続くのか続くのかご期待、お楽しみにしていただければと思います。ということで最後までご視聴くださりありがとうございました。この投稿いいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではアムちゃんを送りたいと思いますまたねまたね